日野家は藤原北家に属する公家、家族の家系。公家としての価格は名家、家族としての価格は伯爵家。藤原内丸のこの真夏の孫にあたる家衆が公認13年、伝領地である山城国宇治軍日野に崩壊寺を建立して薬師如来の肖像を祀った。その後代々この薬師如来を信仰し、永正六年、 子孫のスケナリが改めて薬師堂を建立、別名を日野薬師とも言った。これがその後スケナリを子孫とする門流の氏寺となり、加盟も日野と名乗るようになった。上安三年に生まれた浄土新州海祖の親鸞は、この一族の夕飯の子であると伝わる。親鸞は、娘閣新鸞を同族の広綱に嫁がせているが、その子孫が代々門主として、 本願寺を率いた大谷家である。日野流はいずれも代々儒学を家業として発展し、陰世紀以降名家の家柄として定着した。極寒は、おおむね、中納言だったが、鎌倉時代に伏見天皇に徴用された都市密が初めて、現代納言にまで登り、日野流の着流の地位を確立した。現行2年に発覚した。 五醍醐天皇の武力倒幕計画である政中の変に積極的に参画したことで著名な助友は、この都光の子だが、父が寿命院等の重臣であったにもかかわらずあえて、大覚寺等の傍流である五醍醐に仕えたために、父から感動されている。同様に五大悟に仕え、玄徳三年に発覚したさらなる倒幕計画、現行の乱に参画した都市記は、日野流の諸流の出身である。 県務の申請が崩壊して、足利高氏と五代醐天皇との対立が決定的となり軍事衝突に至りたると、日野家出身の見本院賢春は、寿命院党の候補院から高氏に対し、五代醐追悼の院前を下す仲介をした。このことを契機として、日野家と足利家の結びつきが生じた。将兵の一党が破綻した後に、 高氏が擁立した、五皇厳天皇からも徴用された日の家からは、公家の分家の創立が定調だった。この時代にあって、浦松、唐島、日の西など多くの分家が創出された。室町幕府三大将軍、足利義満の五代所だった、郷氏及び、安子以後、将軍の性質は、日の流、特に、浦松家から出すことが例となり、四代、吉持の性質栄光、六代、 義しの性質宗子八代、義政の性質富子九代、義直の性質、十一代、義しの性質と六代にわたって、将軍の五代所を排出している。一時、義政の啓子に偽られた、義しの性質も、勝光風氏の妹である。その一方で、日の流の流星は将軍にとっては、重荷となる側面もあり、六代将軍義しは、 日野流の勢力抑制に乗り出す。五代所だった、宗子も尻けられ、代わって、大町三条君政の娘である陰子が、五代所となった。日野流の宗家である友好も、吉則の不況を買って失脚し、諸領没収の浮き目を見ている。家徳と諸領は、友好の弟秀光が代わって継いだが、影響4年に彼は死去し、日野流に属する広橋家の県境の古春流丸が、 後を継いだ。しかし春竜丸もその年のうちに死去し、結局日の家の家督と所領は、県境に与えられ、県境は一時、日の中納言を名乗っている。失意の友好は、南朝復興を目指す五南朝と結んで、下吉三年九月に、金蔵巣を用して、金利を襲撃し、三種の神器の一部を奪う金欠の変を起こすことになった。有光ミは、 比叡山延暦寺の根本中道に立てこもったがやがて、打たれ、友好の腰親も六条河原野で処刑され、日野家は一旦完全に断絶した。吉則が柿津元年に赤松三助により殺害されて、その行き過ぎた先制政治に対して現状を回復しようとする動きが起き、この一環として日野家の再興も図られることになった。新しい日野家の当主となったのは、 やはり、日野流に属する、浦松家の当主で吉典の指示により暗殺された、義子の孫勝光だった。吉典の後を継いで将軍となった七代吉勝、八代吉政の母茂子が、浦松家の出身だったことによるものと考えられる。その後、勝光の妹富子が吉政の五代所となると、勝光は、この吉政と富子の下で強大な政治的、影響力を握り、 本来名家の価格では昇進することのできない、左大臣にまで上り、大大臣と呼ばれた。勝光の死後は、この正助が継いだが創生。正助の後は、徳大寺佐根奴の次男高光が継いだが、彼は、葛河原の戦いに参加して戦死した。勘は、次第に傾き、さらに内光の子息、春光の子子である晴れ氏も下校していた駿河において、 父に先立って創生する。その後の春光の死により日野家は、またもや断絶することとなった。しかし、春光の未亡人であり晴れ氏の母である春日局は、十三代将軍、吉輝の目のととして、室町幕府に一定の政治的影響力を有しており、春日局の尽力と吉輝の庇護により日の家の経営は維持された。吉輝は、春日局の守る日野家に、 同じ日の流の広橋家から養子テルス家を迎えて、日の家を継承させた。成人したテルス家は延伸して、県大名号に至った。テルス家は出家して、優位心と名乗った後は、徳川家康の側近の一人となり、寸布城に出資して、大見国家毛軍に新たに千三十国余りの所領を与えられた。このテルス家は、朝廷と幕府の双方に強い影響力を及ぼした。 テルス家の子孫は朝廷に仕える、道場家だけでなく、幕府に仕える皇家をも分立させた。江戸時代の日の家の家禄は、名家としては破格の三34国だった。明治時代にたり家族制度の下で、死臭が伯爵を授けられた。同じ藤原北家真夏流の道場家には、広橋や、柳原や、唐須馬や、竹屋や、日野西や、嘉手の皇子家、浦、松家、 富山家、豊岡屋、三室戸家、北工事家の十二家がある。また、新蘭の末裔である本願自問主の大谷家は、同情家ではないが、繁栄する教団の政治力と財力を背景にして、同情家と同格の順門関の格式を獲得した。真夏流日野家国立歴史民俗博物館の旧高給料取調べ帳データベースより算出した幕末期の日野家量は、 以下の通り、A.B. おたべゆ二2006、P.325、藤原久さ藩の養子。一説には、藤原義人七世今後である、西宮寺官藤原と長の子とも、藤原実の公の橋子、三千威教の子、広橋県教の子、特大寺三屋の次男。はじめは、将軍、足利義隆の変旗を賜って、高光、清志公を名乗っていた。 広橋国光の子、旗本頼愛赤五千国、花房正重の子、秋国広島藩朝野志賀楼の上田重次の子、霊勢盛綱,綱の次男、婿養子、高家旗本、畠山義則の次男、エビーカラスマ三江の子、丹波笹山藩主、青山忠道の子、広橋種邸の七男、柳原光成の逸尾、自由しや順の六男、ありがとうございます。